スワイプして出会った相手のことをあなたは本当に知っていますか？この前勧めたアプリ入れた？まずは第一歩か。トムさんですよね。メッセージがいっぱい来ててどうしたらいいか分かんなくて。この男あちこちのアプリでトラブルを起こしてて。殺された夫婦の携帯にはマッチングアプリの履歴が残っていました。全員アプリ婚したばかりのカップル。僕が凛花さんを守ります。僕は恋愛が苦手なんです。だからいつもこじれる。どんな人間にもいくつもの顔がある。あの男には近づかない方がいい。やめて。私は何も知らなかったみたい。あなた心の病ね。きっとずっと前に秘密にしてきたことがある。凛花さんの後をたどっていくうちに見つけたんです。このまま嘘を突き通すの。私だって愛してた。マッチング